こんにちは、親父の家のジジイです。前に購入して紹介した古銭まとめて、その中から絵銭や古い穴銭のことを調べてみたので動画にしました。よろしくお願いします。まずこの大きいものからいってみます。これ大貫通宝と書かれています。裏がこんな感じです。これは調べてみると宋の時代、北宋の時代のものだそうです。宋って言ったら水滸伝の時代ですよね。中国の五線なんですけども、大貫通宝、これが果たして本物であるかっていうのは定かではありません。この風花雪月、風花雪月という書かれている絵銭、これは裏側がこう写していいのか悪いのか分かりませんが、結合の図が書かれています。これは子宝に恵まれるようなお守りの代わりの絵銭だったということです。まあ、もちろんこれも本物かどうかっていうのは分かりません。中国のものです。そしてここにある 1,2,3,4,5 種、5種は中国には8人の仙人がいて、その仙人のコインみたいです。この裏側にはその仙人の様子が刻まれています。8人の仙人中5枚あります。ということはこれ仙人シリーズみたいに出してたんじゃないでしょうか。これ大きな伏線と書かれているものです。裏には漢字がびっしり書かれています。これも絵銭で、これは多分日本のものではないかということです。天明年間の絵銭みたいです。ただしこうやって見ると真新しい感じで、これもまあ真贋ははっきりしていません。さらにこの大きなやつ、大きな天保通宝と比べてもこんなに大きい。でここに福という文字で、裏には傘美濃から杵と、これは何だろう、これは何だか分かんないですけども、とにかくお守り用の絵銭みたいです。で最後のこれはここにはっきり分かりませんが十二支が描かれています。裏は全くなし。これも十二支が描かれているということからお守り代わりの絵銭だと思います。これ桑の形をしている付箋じゃないかと思うんですけども、
中国のもので本物であれば春秋戦国時代2000年以上前のものです。でもこれを見ると2000年も時を経っているものとは思えません。多分いっぱい売られているレプリカなんじゃないでしょうか。この筑前通宝、これが1枚2枚3枚4枚5枚とあります。これをが出てきて驚きました。カタログを見てみるとこれですよね、16番。でここの16番を見てみると筑前通宝文久3年120万から80万とあります。筑前、この筑前通宝っていうのは福岡藩が作った市中船らしいです。ということは数がすごく少ないらしくてレプリカも多いということでした。まあこの数まとめてのところにこれが5枚も入っているわけありません。だからこれはまさしくレプリカだろうと判断しました。同時に琉球通宝、これが1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚も入っていましたが、私はプロではないのでよくわからないのですが、これもなんとなくですがレプリカだと思います。琉球通宝も市中船ということで数が少ないらしいです。そしてトサカンケン、これも土佐で作られた市中船ということで、こっちは大きな10文目。そしてもう一回りちっちゃいこちらは5文目と書いてあります。これもどうなんでしょう。よくメルカリなんかで1枚数百円とから数千円以上で売っていますが、これも多分レプリカじゃないかな。そして最後にこの店舗通宝、これは数が多くあるのでこれはなんか本物のような気がします。でこの横にある店舗通宝を一回り小さくしたもの、ここには15文ということですかね、書かれています。ちっちゃいの、これはこういうお金が流通していたのかどうか調べても分かりませんでした。これはどう考えたらいいのか分かりません。今回紹介したここにある
絵線とか古い穴線は、真眼は私にはとてもできないので、いつかプロの目で見てもらいたいなと思っています。それではバイバイ。